アボカドはどっから来たんだろう。アボカドヘルシー、美味しくきれいに。やるね、アボカド。アボカドスフロメキシコ。皆さんこんにちは、改めまして早見もこみちです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、お願いします。それではどうぞおかけになって。あ、座ってお話しますか。はい、わかりました。まあ、本当多方面でご活躍の早見もこみちさんなんですが、先ほどお披露目されました、はい、あのテレビ CM メキシコ産アボカドスーパーマーケット編、はい、今日初めて今ご覧になられたということですか。そうですね、うん、先ほどちょっと控え室でスタッフみんなで、うん、見たんですけれども、はい、いかがでしょう、ね、率直なご感想。今回は、まあ、スーパーマーケットがやっぱり舞台になっているっていうこともあるんで、割とその僕自身もあのスーパーマーケット行ってあの食材買ったりとかしますから、なんて言うんでしょうかね、こうすんなりと入れたというか、日常生活 の、はい、まあ、延長ではないですがそうですね、はいはい、なるほど。すごく楽しかったですし、うん、あとそう見ててくすっと自分自身で笑っちゃうところが、はい、その食材を手に取るときに後ろに女性陣がすごいニコニコしてキャーとか言ってるんですよ、はい、僕スーパーマーケット行ったときにこう手に取ってもやっぱ視線を感じる時って実はあるんですよ。ごめんなさいね、間違ってたら。 あるんですね。あるんですよ。早見さん、はい、何入れたのかなカゴにみたいな、はい、やっぱちょっとそう視線を感じる時があるので、はい、そう、それはそれでいいんですけど、さすがにキャーって言われることはないんで寄ってこられるところまではさすがにない、はい、そういう意味では楽しかったかなという、面白く楽しく、はい、まあ、撮影もそうです、はい、されたということですね今日はどちらかと言いますと、はい、ちょっとこうスイーツのような感じになるんでしょうか。そうですね、はい、まあ、朝、まあ、朝食にも向いてる、あ、なるほど、あのレシピになりますんで、はい、はい、まあ、ちょっと今回はあの火を使わないということで、はい、もう本当に簡単に、さあちょっとこれアボカドなんですけれども、はい、まずはアボカドを、はい、種を取る、種を、はい、取り除きますね、はい。ちょっと皆さん見てて相当腰痛いんじゃないかみたいな感じかもしれませんそんなことないんで、背が高くていらっしゃるのでちょっとね、ちょっと体が低くて申し訳ございません、アボカドというのは非常にこう濃厚なので、これが意外と合うんですよね。ヨーグルトです。ヨーグルトはあの爽やかで程よいこう酸味もありますので、はい、これをかけます、はい、でこれをかける前にアボカドは時間が経つとこう変色してしまうことがありますので、まあ、ライムでもいいんですが、今回ちょっとレモンを、まあ、絞ったレモンですね、はい、これをかけてあげると変色を防ぐことができます。イチゴをねスライスしていきますね。はい、4カットぐらいに薄くスライス、薄くスライスをしていきますね。さすが素晴らしい包丁さばきですね均等に、はい、いちごをカットしました。こういったシリアルを、はい、グラノーラとかですね、こうシリアルですね、シリアルですね、はい、これをヨーグルトの上にかけてしまうんですね。ヨーグルトの上にパラパラとかける感じですね、はい、なのでこれは食べた時に、うん、アボカドのその弾力食感とヨーグルトの酸味も加わって、またこのシリアルの食感も楽しめますから、うんうんうん、で、お、ミントですねミントを飾ります、はい、さあ皆さん蜂蜜かけた方がいいですか。お願いします。はい、わかりました。ここちょっとポイントですね。いやでもここからかけたら大変だからねちょっとなかなかあの定めるのが大変ですもんね。はい、ちょっと蜂蜜があると色ツヤも良くなりますし、はい、仕上げにやはりこの蜂蜜をかけるというところですね。完成しました。完成ですか。はい、あ、素晴らしい。どうぞ皆様拍手お願いします。すいません、はい、
かがでしょうか。すごくこのアボカドのコクと、うん、あとそのヨーグルトの酸味、酸味ちょうどいい組み合わせですよね。そうですね。そしてその蜂蜜の甘さが加わって、あ、でまたこのシリアルの食感っていうのが、そうバランスがいいです。このまろやかなクリーミーな、さっきのコマーシャルじゃないけど、うん、口の中パーティー状態になるんです。そうですね。でそのもうちょっと笑っていいんですよ。ここいや、なんかすごくなんかもう見た目にも華やかですし、あと口の中に入れてまた口の中もこう華やかになるんで。はい、なんかもうまさに今の時期お花見しながら、ね、桜をめでながらとか、こういいかもしれない、ね、春を感じながらいただきたいなって思いました。ありがとうございます。これは美味しいです。先ほどもちょっと話にありましたけれども、まあアボカドの魅力っていうのは、でもやっぱり今アボカドのレシピっていうのはものすごくたくさんあるんですけれども、でもやっぱり不思議なのがこの食材一つでもう揚げ物もできて炒め物もできて、そのままおやつとしてもいけるし、でスープもいけるし、だからもう本当に不思議なパワーフードでもありますから、だからこれ一つで美容と健康にもいいというお話もね、はい、ありますんで、はい、もう本当にこれは、まあ、男性もそうですけど女性にとっても本当にあの生活の中でとても役立ってくれる素晴らしい食材だと僕は思います。はい、これからもますますいろんなレシピの開発、そして、はい、まあ、俳優としてのご活躍も期待をいたしております。はい、ありがとうございます。はい、メキシコ産アボカドイメージキャラクター早見もこみちさんでした。本当にありがとうございました。どうぞ皆さん大きな拍手でお送りください。アボカドはどこから来たんだろう。アボカドヘルシー、美味しくも意外に、やるね、アボカド。アボカドスフロムメキシコ。